シリーン地図 Google ググマップ金ヶ崎城金ヶ崎城は福井県鶴ヶ市金ヶ崎町にあった日本の城別名鶴ヶ城城跡石は国の史跡に指定されている本校では市上である手筒山城についても併記する鶴ヶ市北東部鶴ヶ湾に突き出した海抜86メートルの小高い丘に築かれた山城である自称樹衛の乱の時平道森が 木曽義仲との戦いのために、ここに城を築いたのが最初と伝えられる。現在でも月見御殿跡、黄戸跡、狂輪、堀切などが残り、1934年には国の史跡に指定されている。金ヶ崎城跡のふもとには、足利氏と日田義貞の戦いで城の陥落とともに捕獲された、常吉親王と日田義明とともに自害した御子両親王を祀った、金崎宮がある。 金崎宮を三照金ヶ崎城跡にある南北朝時代の金ヶ崎の戦いの古戦場非金ヶ崎城跡の石表詳細は金ヶ崎の戦いを参照戦3 3 6年吉定らは闇夜に密かに脱出し蕎麦山城で体制を立て直す2月16日吉定は金ヶ崎城を救援しようとするも鶴ヶ軍が支局付近で足利方に阻まれる3月3日 足利法が城内に攻め込み、兵糧攻めによる飢餓と疲労で、城兵は次々と打ち取られる。御事両親王、新田義明、城兵三百名は城に火を放ち自害、常吉親王は捕獲され、三月六日、落城する。1338年4月には、越前の軍事的主導権を握った義貞に、奪還されるが、その後、足利方の越前平定により、 越前守護大開始の一族が守備、鶴ヶ城と称した。1459年、守護柴氏と守護大開始の対立が深まり、小学坊、足利重氏政党の幕名を受けた、柴義都市は兵を引き返して、金ヶ崎城を攻撃するも、甲斐の方の守りは固く、義利方は大敗した。この戦いは八大将軍、足利義政の怒りを甲義利は失脚した。 金ヶ崎の戦いを参照、朝倉氏が越前を掌握した後は、朝倉氏一族の鶴が軍事がここを守護していた。1570年、援軍が遅れたため、軍事、朝倉加月根は、織田信長に大使会場をする。しかし、浅井長政が離反して、大見海津に進出し、強撃戦になったため、信長は、木下東吉郎らに殿を任せ、大見くつき声で刑に撤退する。 手筒山城は、金ヶ崎城の枝城で、標高約171メートルの手筒山に、構築された山城である。金ヶ崎城とは、両戦図体に繋がっている。元気元年4月25日、織田軍に攻め込まれ、双方数千の戦死者が出る戦いとなったが陥落し、朝倉加月根は、金ヶ崎城に陣を引くことになった。現在は公園化されており、車、 やぐダイやとなどが残る。ありがとうございます。